スパートナー、ウト、ケンド、ハグド、コト、ヒロト、はい。メンバー6人になってから、コート、ヒロトのツイッターとインスタグラム反応忘れてたんで、概要欄に貼ってあるんで、メンバーの SNS フォローお願いします。ぜひ、お願いします。お願いします。本当にぜひお願いします、僕の。はい、ということで、今回は僕の持ち込み企画でございます。ブー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 。お前なんか最近、モヒカンにしろってめっちゃ叩かれてるじゃん。ありがとう。モヒカン、モヒカン、モヒカン。モヒカ、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 後編集だったらバッサリ取れるんだよ。ちゃんと使ってます、ちゃんと出てますから、メインで。あまりにもコメント欄がすごかったんで、そうですね、一応いじっときました。ありがとうございます。皆さんの代わりにいじっといたんで、ありがとうございます。今回やっていく企画なんですが、皆さんだいぶ前に暗闇かくれんぼをやったの覚えてます？うわ、ありましたね。5年前ぐらい。エスポがまだ誕生してない話になります。生まれた時からエスポはエスポで、いずれ。何この空気。やったじゃないですか、昔。はい、あの時に、普通に暗闇の中を目で、手で、いろいろ探して、味覚ってことね。味覚でどうやって味覚でどうやって味覚をしてさ、こう。やんねん、中暗闇で。違うかったみたいです。でですね、僕一つひらめきまして、暗闇の中でも人を見つけられる方法ってあるんじゃないかと。懐中電灯、暗視モードとか。暗視、暗視モードとかね。それは一回公演でやったじゃないですか。やりました。暗視は。あ、やりましたね。違うテイストなものやりたいなと思いまして。サーモグラフィーや。これさ、みんな知らない流れでさ、進めるつもりだったけど、サーモグラフィー、皆さん知ってますよね。熱感知で、まあ、物を何度とか測ったりとかする機材があるんですけど、携帯に接続するやつがあるんですよ。今ちょうど多分動画で出てるんですけど、こちらの商品を使ってサーモグラフィーかくれんぼをやっていきたいと思います。なるほど、面白い動画ねえの。皆さん実際にサーモグラフィー見たことあります？あります。あります。ターミネーターついてる。あ、違う違う違う、プレデターや。プレデターだね。そう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 。今回はそれでかくれんぼやっていきます。鬼はプレデターの司会ってことでしょ。鬼はプレデターになります。結構有利だな。一番顔プレデターみたいなやつだな。やっぱり俺こっち見てて。やった。どうしようと思って。もしかして俺プレデター。自覚だった。今回は家じゃなく公園でやります。はい。で、ただの公園じゃなくて結構広い公園でやります。今回隠れる側が4人、鬼側が1人、まあ、鬼側のカメラマンは1人、実際隠れるのは4人です。なるほど。で、一応企画提案者ということで、ちょっとサーモグラフィーの操作とかもあるんで、今回鬼は僕がやらせていただきます。はい、はい、カメラマン役なんですけど、はい、心優しきカメラマンをやってあげるよって人、手挙げてください。あ、じゃあ僕やります。やりたいの？やりたい。だってみんな手もこんなやつ。ということで、じゃあ鬼が僕こうやります。隠れる側がケイスケ、宇田ちゃん、ハン君、もっちゃん、カメラマンがヒロトということで。なるほど。じゃあ今から早速その現地の公園に向かっていくわけですが、準備は大丈夫でございますか？しゃー、大丈夫。はい。ですね、公園来て分かったんですけど、あまりにもちょっと隠れるところが少ねえと。それ考えた時にヒロトそっち行っても見つけられんじゃねえかなと。おお、ちょっと腹立った。負けたもん、聞かんな。いいやん。いいじゃん、それもう引かんね、負けたら。いいよ。俺らが隠れ切ったら視聴者さんがめっちゃコメントしてる河野モヒカンを見れるということで大丈夫ですか？はい、します。言い訳しないように、モヒカンってどういうもんか。ちょっとじゃあ横五輪の縦モヒカン。ポー君、こいつ笑ってますよ。笑ってます。まあいいんじゃないですか、別に。もし僕が全員見つけた場合、隠れた側眉毛全剃りしていただきます。眉毛全剃り？全剃りです。じゃあそれなら僕らも眉毛全剃りやりましょう。やりましょう。よろしいでしょうか？はい。じゃあルール説明させていただきます。はい。ここの公園なのですが、芝が3つに分かれてます。はい。隠れる場所はその3つの芝生の上だけです。で、僕の場合はサーモグラフィーのみで皆さんを探させていただきます。はいはい。制限時間なのですが30分。なるほど。30分ね。皆さんが今から隠れてもらうわけなんですが、隠れる時間は全員が隠れたら僕に LINE をしてください。なるほど。なるほど。ここまで舐められてると。1人でも隠れきれたら5人の勝ちとなります。なるほどね。はい。ウィナー。よし、やる気出てきた。よっしゃ。みんなの願いを叶えれるように頑張りますわ。頑張ろう。プシッてやったら、あー、プシッてやれよ。負けたらそれやるわ。じゃあ一応注意点なのですが、危険な場所は避けてください。はい。危ないので。一応今こんだけ声を出してるんですが、周りに住宅街はございません。はい。周りに被害を加えることはないので安心してください。はい。ちょっと作戦会議から入るわ。あ、全然作戦会議でいいですよ。あ、行って行って行って。しししし。あ、照明持ってね。うん。じゃあ待ってます。はい。じゃあ隠れてください。はい。は
い、ということで、カクベル組5人衆でございます。マジでやらないと、ほんまに眉毛ないですよ。本当に嫌や、あっち多分ガチで探してくる。多分ガチガチやと思う。ほんまにこれ大人の考えがいると思う。一人が守ればいいから。そうそう、だから例えば散らばって指笛で引き寄せるっていう。ああ、おとり、おとり作戦みたいなね。最初5人で絶対に見つからん場所を1箇所見つけよう。ほんでそいつをそこに設置して、あとは散らばって、おとり、了解。ちょっと探すか。探しましょう。でも実際さ的に、うん、ちょうど Doing now, doing now. 気の下はエグいっすよ。もっちょい下がった、もっちょい下がった、もっちょい下がった。そこに寝るっていう。あー、いけるけど、お前そこだ。で俺ここ隠せるけど、まだおらんで。じゃあ俺 UV 上鳴らせるから、ここら辺行こうとしたら一番奥から鳴らすの。そうや。あー、俺もボーっとしとく。俺とりあえずおとり入るわ。うん、OK、サンキュー。もう一人ハン君の岩の逆サイズ配置する。あ、オッケー、それめっちゃええやん。そういうことじゃ行くか。俺行こうか。じゃじゃあこのベンチから流すか。多分俺が鬼やったらその場所で見つけたらもうここはないやろってなる気がする。待って、バリーグのケースが鳴らすやん。こうだったら多分滑れる。お前すね、めっちゃいいかもしれない。めっちゃいいやん。そこ行くわ。うん、頼む。それはマジなんだ。俺最初木の上に隠れたかってんや。なんだろう、冒頭で言われちまったから。危なすぎる木の上って言うから、うん、普通に木の上は悪いよと思う。登れる範囲は程よい木の上、うん、そうそう、危なくなければ。あ、いいよ、オッケー。強いやん、お前もそう。一応写真バレたら思うな。それ一応つらいね。はい、じゃあ行きます。はい、ということなんで早速探していきます。しっかり探していきたいと思います。一応この3つの区間だけなんで結構すぐ回れるには回れると思います。ということなんで、じゃあ端から攻めていきますか。多分ね、こういう川付近にも多分ね、誰かしら一人はいると思うんですよね。いてもおかしくはないと。ん？うわ、すっげえ人に見えた。これこれすっげえ人に見えた。石やん。ガチで隠れてきてんな、あいつら。さっきとは隣側にある方の芝生ですね。パッと見いねえんだよな。いや、やばい、マジでいねえ。建造物とかもこうやってしっかり映るから見えてもおかしくはないんだよな。はい、2つ目の芝をとりあえずぐるっと回ったんで、最後あの遊具がある3つ目の方行きます。お、見つけた。木の上の人、多分もっちゃんかな。はい、1人目ゲットは。さすがサーモグラフィー、ガッツリ映ってますよ。一応写真バレたらおもろいな。それ一応つらいね。座ったれー。そこにいるとバレる。うわ、マジでバレるやんこれ。そうそうそう、遊具のところでお待ちください。ここが3つ目の芝生の端っこのとこっすね。で、もっちゃんがあそこにいたってことは多分その付近にはいねえと思うんだよな。口笛が多分向こうから聞こえたんですけど、ってことはこっちに人がいますね。俺の予想、あれは多分かく乱ですね。あれはかく乱です。後で仕留めに行きましょう。愛し抜けるポイントが一つがいいのに。当たってますね。確実に仕留めに行きましょう。やばい、見つかんない。いや、こんなスタート入り口の方まで来ないよな、普通だったら。ってことはいないのかな。この付近にはさすがにおらんよね。いや、待って、むずすぎるなこれ意外と。あ、おるね。まあ、とりあえず一人は今サーモグラフィーに移ったんで、それは確保しましょう。座ってますね。ケースケかな、これは。遅いよ。見つけました。遅いよ。すいません。あなたが私の技にねハマっちゃいましたね。え、散らばって指笛で引き寄せるっていう。あ、なるほど、ね、おとり作戦みたいなね。そうそうそう、これただのおとりなんで距離を離すためにでしょ。ってことは向こうにいる。やっぱ予想通りや。そう、あれは一回置いとこうって言ってたんですよね。時間がねえ、時間がねえさ。やばいっすね、焦る。これはこんなベンチの下とかには隠れんもんな、さすがに。ないよな。いや、見つけたいんだけどさ、なかなかおらんのよね。多分でも安易なこういう木の陰とかにはいないと思うんだよな。やばいっすね。東大元暮らし作戦か、もしかしたら。がっつり2人映ってるよ。ガチ？うん。すごくない？こんなことしてる場合ちゃうねんて。とりあえずそこに人影がいるから、これ石よ。人影ちゃうんかい。あと3人でしょ。やばい、あと8分だ。え、マジどこにいんの。やばいよ、やばいよ、走らなくていいのかな。あと3分だぞ。やばいぞ。いやね、本当にやばい。ここにケースキがいたんやろな。この下に反応がある。俺、おとりって言ってたのあれか。抜けた。
うわ見つかった。うわ最悪見つかっちゃった。あと二人。こんな端まで来る？これもう岩やもんな。一応今端っこっすね歩いてんのは。うわー三人か。やったな。はい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 、うわ悔しいなぁ。いやこれはね、ごめん申し訳ない、ごめんね、本当気づけなくて。いや本当に蚊に刺されて蚊に刺されて。一回さ、俺こう来たの分かったし、何回も分かった、俺もう笑ってんだもん。一人で何言ってんのこいつ。あ、これ分かりやすいけど。おい、二人目の椅子かよ。二人目の椅子かよ。いやごめんって。いや、宇田ちゃんもごめん、これは簡単だ、2人を。しかも一番おもろいところを全かった。やったー。いやいやいや。はい、ということで制限時間30分が終了いたしました。いいえ。とりあえず最初に捕まった人手を挙げてください。はい、3人です。はい、捕まらなかった人を手を挙げてください。はい、はい、2人です。作戦通り。まあいいんじゃないですか、あなたの目標決まったし。まあそうですね、やられましたね。それが嬉しい。イエス、少年サッカーのキーパーの髪型でいいんじゃない。イエーイ。どういうのだっけ、画像出してみましょう。画像、サッカーのキーパーのあれね、いいね、デイ、オッケー。じゃああの、空いてる日に聞いていきます。はいはい、まあいつでもリベンジ。徐々にあの、ここはね、幅がでかくなるだけ。まあ僕がもう多分戦い挑むことはないでしょう。はい。少林サッカー、女バージョン。待ってよ。